はいどうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、肺炎について理解を深めるということで、肺に由来する息切れのメカニズムと、その代表的な疾患、肺炎についてですね、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はじめに呼吸器の中でも肺の動きが制限されると息切れや呼吸困難が生じます。なぜかというと、人は呼吸をすると肺を取り囲んで保護している胸郭というところ、まあ、例えば背骨ですとか、それから胸の骨とか肋骨があるんですが、こういうところが動きます。肺はメカニズム上、肺自体が動くということはありません。言ってみれば風船のような構造になっているというふうに思っていただければいいかと思います。で、呼吸をすると肺ではなくて、この胸郭に付着している横隔膜ですとか筋肉、これを呼吸筋というふうに言うんですが、これが収縮ですとか弛緩を繰り返して肺が動くという仕組みになっています。ところが呼吸が浅くなってきてしまって、胸郭が広がりにくくなるなんていう、こう制限が生じてきてしまうと、この横隔膜ですとか呼吸筋の動きは若干弱くなってしまいます。これによって肺活量が低下してしまって、息が吸いにくくなる障害が現れて、これが息切れが生じる原因になります。そうすると徐々に疲労がしやすくなってきますし、やはり歩くことですか、階段の上り下りなんか難しくなってきてしまって、身の回りの動作、これ ADL というんですが、これがですね、介助が必要になってきてしまうということもあります。そうなると今度は食事量も摂取量も少なくなるということで、体重が減少していきますし、ますます筋力とか持久力というところが下がってきますし、生活の質、QOL も下がってきてしまって、うつ症状を招くというなんてこともにもなってしまいます。で、これを拘束性肺疾患というふうに専門的に言います。息が吸いにくくなるということが特徴として挙げられています。具体的な疾患としてはやはり肺炎がまず挙げられます。それから肺結核、後遺症まで含めた肺結核も実はこの代表というふうになってきますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。で、ここからはその肺炎についてですね、より深く分かりやすく解説をさせていただきたいと思います。肺炎というのは細菌ですとかウイルスが気道を通じて肺で増殖をして炎症を起こしている状態のことを言います。症状は風邪に似ています。例えば発熱ですとか乾いた咳ですとか倦怠感ですとか息切れが生じてきてしまいます。で、肺炎といってもいくつか種類がありまして、肺の内部には肺胞と呼ばれるこう小さな粒があるんですが、そこの外側の壁、これを間質というんですが、ここに炎症が生じてしまって肥大してしまうことで肺が十分に膨らまなくなってしまう、これを間質性肺炎というふうに言います。より進行してくると肺繊維症なんて言い方もします。それから肺炎には食べ物ですとかこう唾液が誤って気道の内部に入ってきてしまって、これで発症して誤嚥性肺炎というものもあります。で、日常生活にてこの肺炎は、発症するというのが一般的ではあるんですが、場合によっては病院ですとか各種の施設で集団感染をするなんてこともあります。で、治療としてはまずは薬物療法、抗生物質を使うことが多いです。同時に対症療法で、例えば酸素の吸入であったり、人工呼吸器を使用したり、脱水のコントロールをするなんていうことがまずは一般的になってきますし、呼吸リハビリは主に症状が治まった後ですとか、症状が現れる前に予防として行うというアプローチが取られることが多いです。で、この肺炎、65歳の以上の高齢者の方においては、この肺炎が原因で亡くなる方って近年こう増加傾向にあります。加えて新型コロナウイルス感染症が流行したことで、もともと持っていた肺炎がですね、増悪をして合併を招いてしまったっていうケースも実際よくありますので、注意が必要です。なのでぜひこれらをですね、参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。